こんばんは、どんチャンネルです。6月17日の夕方。まあね、もうムシムシした梅雨到来っていう感じなんやけど、まだね、今日午前中から降りそうで降らないんですよね。なんか降るなら降れみたいなね、そんな感じするんだけど、最近さ、なんか結構悲惨なバイク事故が多くて、Yahoo のニュース欄をチェックしているとさ、ちょっと極めるよなみたいなことでずっとね最近取り上げてなかったんやけど、今日はねちょっとこれをね取り上げたいと思います。酔っ払ってて歩けない乗用車がバイクに追突し男性死亡。事故後車を残し逃走の男からは基準値4倍超えのアルコール検出。川崎市、今日の夕方配信されてるニュースですね。14日午後9時半ごろ、川崎市宮前区で、乗用車がバイクに追突。バイクを運転していた51歳の男性が死亡しました。住所的には川崎市宮前区、宮前平って書く地名だそうです。事故直後の現場を捉えた映像は、けたたましく鳴り響くサイレンの音と道を塞ぐように停止しているフロント部分が大破した白い車が、ボンネットがぐにゃりと曲がり、エンジンルームがむき出しに、周辺には大破した車の部品が散乱し、ブロック塀が大きく崩れている様子も確認できます。警察は白い車を運転していた無職の金巻勉容疑者61を、過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。まあ僕と年齢一緒じゃないですか。事故現場の近隣住民は聞いたことのない衝撃音を耳にしたといいます。近隣住民、ドーンとしか言いようがないですよね。通常生活をしていたら聞こえない音、コンパクトカーで結構ペシャッとなっていて、前輪も多分パンクしていて相当な勢いで突っ込んだと思うんですよね。私が見た時はもう運転手の人はいなくて倒れている人がいて、これ倒れている人はバイクの人ですよね。近隣住民が駆けつけた際には事故現場に運転手の、金巻容疑者の姿はなく車だけが残されていました。一体どこに姿を消したのか、取材を進めるとその足取りが見えてきました。情報キャスター、周囲の方の話では、金巻容疑者はその事故を起こした後に現場から50メートルほど離れた工場の敷地内の駐車場、その奥でうずくまっていたということなんです。金巻容疑者を目撃した近隣住民、現場の方から家の下を通って急ぎ目で歩いている人がいるなぁと、後から外に出たらじゃないのこれ。かっこ先ほど見た人と同じ人がうちの駐車場で警察と…掘りのところに加害者の人がしゃがみ込んで、警察の人が結構いろいろ問い詰めていたんですけど、特に何の返答もなかった。金巻容疑者を目撃した近隣住民、もう一言も喋れないし、歩けないの。もう酔っ払ってて歩けないのよ。事故を起こした直後、現場から逃走した金巻容疑者は近くの駐車場にうずくまっていたところを警察官に確保されたというのです。金巻容疑者の呼気からは基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。さらに、金巻容疑者は事件を起こす数分前に別の件で通報されていたことが分かりました。事故直前に現場付近を走行していた車のドライブレコーダーにその姿が映っていました。青信号にもかかわらず、前を走る車が突然停車。しばらくして信号が赤になると、近くにいた人が停止している車の前の車に心配そうに駆け寄ります。再び信号が青になり、前の車が右に避けるような形で発進すると、そこには微動だしない一台の白い車の姿がありました。この白い車に乗っていた人物こそが、金巻容疑者と見られています。金巻容疑者は事故を起こした場所の730メーターほど手前の路上で自分の車を止めて寝ていたところ、通報で駆けつけた警察官から声をかけられ、突然車を発進させたといいます。要するに、飲酒運転で、結構な量飲んでるもんだから、もう眠気がさして、車が運転できないような状況だったってことですよね。で、もう、意識が飛んで、寝ちゃってるような状況で通報されて、警察官呼ばれて、警察が声かけて、その後、起きたのが今回の追突事故でした。事故を起こした後も、逃走を図った金巻容疑者。警察の取り調べに対し、容疑を認めた上で、お酒も飲んでいたので警察に捕まると思い現場から逃げました。と供述しているということです。で、なんかね、スクータータイプのバイクが追突されて、そのバイクを運転していた51歳の方っていうのはね、別記事によると心臓破裂で亡くなったということなんですよね。もし自分がさ、その51歳の亡くなったバイクを運転していた人の関係者、親であったり、兄弟であったり、子供だったりしたらさ、多分だよ、警察に文句言いたくなると思うんですよね。だってさ、車を運転していて、なんかもう、眠りかぶったか、意識が飛んだか、病気かでさ、車を運転できなくなって、その、道路を塞いでる白い車がいるっていうことで、警察官呼ばれたわけでしょ？なんで、コンコンってさ、コンコンはいいけどさ、もし、飲酒運転だとしたら、反射的にさ、驚いてさ、その飲酒運転がバレるとまずいから、逃走するかもしれないっていうことをさ、なんかこう、織り込めなかったのかなと思うんですよね。なんかもう逃走させないように、なんかこう、車をさ、なんか、ロックして、ね、起こされたやつがさ、飲酒運転で頭がポワーンとなってるやつがさ、やばいと思ってアクセルを踏むみたいなことがあったらさ、その次にはさ、当然さ、事故を誘発されるっていうことがさ、想定されるじゃない。実はそこまで予測できるかどうかはわかりませんって言われたら、それもそうかもしれないんだけど、実際さ、何の罪のない人がさ、こんなのにさ、追突されてさ、ね、亡くなってるわけでしょ。その現場の事故映像を見たらさ、その後ろから来た白い乗用車に追突されて、跳ね飛ばされてブロック塀にぶつかったかなんかで亡くなってるわけですよね。本当にこう、何の過失もない人がさ、命を奪われてるわけで、これは何とかしてね、避けることができなかったのかっていうね、気がしません？ほんとね、飲酒運転っていうのはね、立ち悪いんですよね。だから、厳罰化されてるわけでね。だから、厳罰されたら、直しそうやばいから、そこから逃げようとかさ、車は乗り捨てて自分だけ逃走しようとかさ、そういう人たちっていうのはね、そもそも免許を持ってないケースとかもある。車は盗難車の可能性もあるっていう話なのかなって推測したりもするんだけど、なんかね、福岡っていう土地はさ、僕が住んでる福岡っていう土地はさ、過去ね、飲酒運転にまつわるさ、もうすごい悲しい事件があって、ね、県民を挙げて飲酒運転撲滅運動がさ、ずっと続いてる土地柄なんだけど、相変わらず、ね、昨日から今日の未明にかけて、福岡県の各地で飲酒運転が摘発されましたとかさ、そういうニュースもたびたび耳にするっていうのもまた事実でね。こんなご時世でもさ、性懲りもなくさ、飲酒運転してる人たちって相変わらずいるんやなと思うとさ、もう怖くてさ、一般道をね、歩けないよね。なんか別の事件でさ、歩道を歩いてる人がさ、ねえ、なんか変な車にぶつかられて亡くなったりしてるっていう報道もまたあってるじゃないですか。歩行者だからさ、安心とは限らんもんね、こうなったら。うん、まあ、飲酒運転、ね、一発免許取り消しとか厳罰化しても、やっぱりこう、酒の誘惑に負ける人たちがいるっていうね、悲しい現実があるんだなっていうのをね、よく認識して、自分がさ、巻き込まれないようにするにはどうしたらいいか考えなきゃいけないですよね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。